三人の中にあるはずの物語が全く見えない代わりに見えるのはなぜ何かっていうと私はやっぱ財務省の姿でね <laughs> 財務省にとっての黄金の3年というようなことになるのではないかとつまり増税すするということに見えますね、はい、防衛費の増額に関してもね、えー、しますとでついては1兆円はあの増税でお願いしますっていう話をすぐ出してくるところもそうだけれども、はい 結局ねあのなんとも空想だなと、うん、あの空洞のようなねつまり岸田政権って何だろうって目を凝らしてみれば見るほど空洞を眺めるような気が私は最近していてね、はい、特にそれはやっぱり岸田総理が何を考えているのかいやこの我が国をどういうふうにしたいのかっていうまずその思い それからその思いを抱くに至ったその岸田さんの中にあるはずの物語が全く見えないで代わりに見えるのはなぜ何かっていうと私はやっぱ財務省の姿でね。それであの岸田さん選挙も勝ちました恵まれました。はい、で えー、国政選挙は3年ないということで黄金の3年という言い方をするけれども今見ているとこれは国民にとってみれば財務省にとっての黄金の3年というようなことになるのではないかとで、ね、でその財務省にとっての黄金の3年ということはつまり増税すするということに見えますね、はい、だからそこにね岸田さんが防衛費は増額 するついては、その財源については。いきなり財務省のいう増税ってことではなくて。財務省に対してもっと知恵を出せ。考えろって言うになぜこういうふうに言えないのか。その検討するときに財務省。もおよび財務省 O. B. で。岸田政権を取り巻いているブレーンの。 そんなな話ばかかりを聞いていいてやしないかでその空洞でにそこの財務省の意見がどん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 入っていって、はい、内容が固められていくっていう構図がね、えー、見える。はい、でちょっと振り返っておくと、えー、昨年の12月8日にですねその政府与党政策懇談会というこれなかなか耳慣れない会議で。懇談会 岸田さんんいきなりその防衛増税1兆円を支持したんですね、うん、でこれは、えー、今ね自民党の税調の会長というのは岸田さんのいとこの宮沢洋一さんで、はい、もちろん旧大蔵官僚ですね、えー、その岸田さんの発言を受けて防衛費の財源問題が降ってきたと来週から議論するということで、えー、12月15日に その与党税制改正大綱の取りまとめというのが予定されていたんだけれども、はい、そのちょうど1週間ぐらい前に岸田さんがこういうふうに増税でいくって出すわけでこの時に政策懇談会に呼ばれなかったのが高市さんそれから西村康稔さんとかですけれども、はい、でこのお二人はねあの反発しました、えー、会議に呼ばれもせず突然の増税発言 反論のの場もないのかと首相の真意が理解できない罷免されるならそれでも仕方ないという発言はこれ高市さんで、えーまあ、このタイミングでの増税には慎重であるべきというのは西村さんの発言でしたけれども、はい、この2人が呼ばれるのは政府与党連絡会議っていうものでね、えー、名前は似てるけど <laughs> この政策懇談会っていうようにしてるのは、えー、まあつまりはこの2人を外した上で 進めましょうというもちろんこのアイディアはあ財務省です。そうなんですか。うん、いや懇談会と連絡会じゃ全然こう親密度がなんか違う感じがしますね、うん。だからこういうこういうことを財務省ってね、うん、あの考え出すんですよ。嫌がらせ。うん、でこの後自民党の中でねあの特に俳優な小池政調会長なのはやっぱりこれに意を唱える形で会議を 開きました、はい、で特にそのまあ安倍派の議員を中心にまあ防衛増税反対という意見がまあ噴出しましたけれども、うん、で実際その税制調査会の会議でもまあ大体発言者の8割がまあ増税反対論をぶったわけですけれどもねこれこの2つの会議一体誰がどういう発言したかっていうのを財務官僚が 全部チェックしてるんですよ。はい、やっ人を出してね。はい。でこれを首相官邸に報告するわけ。これあのまあ言ってみればこんなこと言ってますよってあぶり出しをそこでして、はい、じゃあ個別に議員にどういうふうな接触をして考えを変えさせていくかっていうことをまあしていくわけですね。有力議員には本当に会館の事務所を訪ねて格好激烈でいやいや 今の財政状況はこうですからこうでこうでこうでみたいなことを本当に必要にそれを繰り返すんですよ。レクチャーに行くわけですねで、うん、で同時に、あのーまあ、それに総理の方針に従えというようなことをね財務省はもちろんそういうことをしながらこの岸田さんに手を貸したのが森喜朗元総理でね森さんなんですか、うん、で森さんの岸田さんのその指示があった翌日だったかな。 一緒に飯食ってるんですよそこでまあ森さんはこういう跳ね返りはなんとかするからというふうにまあ受け負ったというふうに言われていて、はい、高市さんのことですかまあ高市さんだけじゃないけれども、えー、で岸田さんはもちろん安倍派に対して院前たる力を持っている森さんをそこで当てにして。う はい、ここではあのー、早稲田の先輩後輩ってことになるわけだけれどもはい、うん、だからこういう一つのまあ経緯を、ね、防衛増税に関わるといっても見ても結局その与党の税制改正大綱っていうのは法人税それから所得税たばこ税の3つの増税を盛り込んで、まあ、時期はどうするかっていうのは、まあ、一応積み残しにしたけれどもしかしまあこれ枠組みはこうなれば ななかなかこの先どうやって抵抗していくかっていうのはよっぽど反対する側がもう腰を据えてそうとことんやるっていうのでいかないとできないんですよね。でまあこれある情報誌がね、まあ、こういうその一連の流れを見てこういうふうに形容したのを私はうなずいきながら読んだんだけど「はいえー、映画のエンドロールなら主演岸田氏助演宮沢氏」 脇役、木原誠二官房副長官の「宏池会トライアングル」が並ぶところだが肝心なのは政策から脚本演出美術照明音楽まですべて財務省と書かれている点である。まさにその通りです、ね、でそもそもその岸田さんが、まあ、菅さんが総理の座を退いた後に打って出た時に。 どういうことを言っていたか。まあ、当時の安倍さんの考え方をかなり組む形で支持を集めましたね。だから、えー、憲法改正や、まあ、敵基地攻撃能力容認っていうのを言い出した。うんはい、それから首相就任後の所信表明演説、一昨年の12月になりますか。はい、にあの も憲法基地攻撃能力今反撃能力って言ってますがそれをまあ明言しで去年の5月の日米首脳会談では防衛費の大幅増というのを、まあ、バイデンに約束をするそれはそれ自体は目指してもらわなきゃ困る、うん、安倍さんも言っていたし保守派もそれを期待して岸田さんに まあ岸田さんにやっっっててもららおうかかなったわけだからところがどうもね、うん、え岸田さんはじゃあそれやるんなら増税だねというふうにこの頃から思ってたんじゃないのかというふうにやっぱり言わざるを得ないつまりあまりにもね財務省に対して財務省の言うとおりにはならないっていう発言もしている、うん、それは私も関係者から耳にしたことはあるけれども。 でも結果的に振り返ってみると財務省に出していやこういうことができるんじゃないのかもっと知恵を出せというようなふうにはしていないそうですね、うん、自分が検討しているだけで人に検討させないという、ね、自分の部下じゃないですかだから結局ね、うん、まあ私はあの財務省の操り人形というところまでは言いたくない、うん、つまり我々がとにかく頂い,いている総理大臣なんだから。 しかし実態としてどうなんだっていうことを見たときには岸田さんは本当にその葛藤があるならば、うん、それをねしっかりと踏まえた上で、はい、で国民に本当にねそのこれ我々の責任って言い方をしました負担を負っていくのはねそれはそのとおりだと思うだって私たちの国だからしかしながら その時に、そのじゃあ我々の責任をどうやって果たしていくのかという政策手段として、まず増税ありきっていうことでいいのかっていう、この葛藤がないことに、まあ私は本当に岸田さんに落胆をしたわけだけれども。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメント、待ちております。よろしくお願いいたします。